じゃあそれでは、7時ですね。今ここに一応釣り竿を取りました。はい、はい、ちょっと魚探の反応はあまり良くないようで、今水温を5.4度、まあこんなもんですか。こんなもんですね。はい、じゃあ今からここからで、向こうの岸に向かって投げたいと思います。とりあえず、NST1.8、ベージュグローで投げて、巻きフォールで探ってみたいと思います。はい、巻きフォールで釣れなかったんで、ボトム狙ったら一撃でした。あー、そこそこ柏崎さん、いいサイズですね。すみません。はい、ありがとうございます。はい、はい、ここにあれですね、こんないいやつがいますよ。浅いネット持ってきて俺は何してんですかね。はい、ありがとうございます。はい、まあ、4匹連続です。はい、4匹連続釣れてます。 NST1.8 ベージュ、はい、入れ食いですね今。完全ボトムです。ボトム、デジ巻き超ロングステイで、はい、来てます。柏崎さん驚いてます。これ柏崎さん、サイズいい。わあ、これでかい、これでかい、これでかい。いいよ。あ、これでっかい、すげえ。いい方だ。来ましたね、柏崎さん。はい、入れ食いですよ。揚げ食いに入れ食いときたの。揚げ食いに入れ食い。はい。はい。じゃあ、カメラ撮ります。はい。はい。最高です。はい。はい、ドン。ドン。なんか、水草かなんかあるところの中にいるんですよ。引っかかるんですよ。ボソボソっと。でも、その時に魚も来るんです。はい、よし、はい、7匹目。そう、本当です。11メーターぐらいですか。11メーター。そうですね、11メーターですね。はい、3、4匹バラしましたんで、超過としては8匹でした。はい、全くバイトが急になくなったので、移動することにしました。もう全くバイトがなくなりました。はい、やっぱり群れで移動しているんじゃないかということだそうです。やっぱ一番釣れたのはベージュグローの 1.8 ですね。あの、全ボトムです、全ボトム。はい、玉川さん、貴重な一匹。貴重な一匹です。すげえすげえ。去年は撮影できなかった玉川さんが釣ってる姿。去年は座ってる姿しか撮れなかったから。あ、結構大きいじゃん。結構いるよ。結構大きいね、玉川さん、それ。大きいじゃないですか。ここ何メーターぐらいあるの？7。全くバイトがなかったので、また移動します。移動しながらちぎりパンです。あなたはパンをちぎりますか。はい、こんな沖なんですけど、下がそぼともが見えます。あ、いいだこ、いいだこ、いいだこ。いや、いいだこはいないか。いいだこはいませんが、はい、いろいろ回ったんですが、なんか
あんまり良くなさそうなので、やはり戻ることにしました。魚がどこに行っちゃったか分かりません。あ、海賊船手振ってますよ、ほら。どういう人してるよ。すごいうまい。うわ、ほんとドリフトだ。すげえうめえ。お尻から入れてますよ。はい、ということで、11時半、強風のため、アンカーが効かなくなってきました。ボートがどんどん流されちゃうんで、ちょっと風がやみそうもないので、ちょっとこれで、やはり危険なので終わりにしようということです。他のボートやってる人たちもほぼいなくなりましたので、これで、11時半なんですが終わりまして、まあ、帰るのも尺なので、海星フォレストスプリングさんの方に今から柏崎さんと向かいたいと思います。はい、はい。まあ、今日の釣果は私一応9匹ということで、まあ、もう1匹釣って2桁に乗せたかったんですけど、これちょっと、朝を逃した後は、なかなか難しいものがありました。っていうかあんまり釣りができませんでした。まあこれは自然の脅威で仕方ないですね。はい、ということで、1年ぶりの芦ノ湖さん、このくらいにしといてやろう。以上です。